待っててね。どうしたの？おばさん、あのね、車の後ろにシーフォンがいるの。シーフォン、無事だったね。教えてくれてよかった。あのまま下がってたら大変なことになってたわ。みんな、車の後ろはとっても危ないから、絶対に近づいちゃダメよ。